皆さん、こんにちは。インスパイアのくたです。今日もユーストリームを使いまして、ネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、Yahoo Japan が発表しています面白いデータがありましたので、そちらをちょっと紹介したいと思うんですが、都道府県別スマートフォン利用状況データベースというですね、ページが新しくできましたので、今日はそちらの方をですね、実際に見ていきたいと思います。では、こちらをまずご覧ください。はい、ここにありますようにですね、都道府県別スマホ利用状況データベースということで、全国地図が出ているんですが、まずですね、全国平均っていうところを見てみたいと思うんですが、全国平均をしますとですね、こんな感じですね。平均のビュー数、もう意味わかりませんが、月間319億ページビューとかですね、出ていて、ここはまだ2015しかないんですが、どうも2016、2017とですね、切り替えて、推移を見れるようになるようなので、まあ、これ1年に1回ぐらいですね、このデータを取っていきたいなと思います。で、これがページビューなんですが、スマホ利用率。見ますと、これなかなかね、興味深いデータが出てくるんですよ。こんな感じになりまして、20代のね、特に女性 87.5% っていう数字が出ていて、まあ男性が78ということで、まあね、こう、年代が上に行くにつれて少なくなる。でも女性の方が若干多いという感じなんですが、ただね、この50代になるとですね、男性の方がね、逆転しているという。この辺も逆転してるのか。ということで、男性の方がね、幅が狭くて、女性の方が幅が広いということだと思うんですけど、スマホ利用率ですね。そして次に見ていただきたいのは、こちらなんですけど、Yahoo Japan の利用率というものが出ているわけなんですが、これ見ていきますとですね、こんな感じになっているんですが、実際にですね、このデータを見ていくと、ちょっと心配な点があるのは、まあ、スマホが結局普及して、スマートフォンを使っている若者は、Yahoo の利用率が減っているっていうとこですよね。これが、今だけならまだいいんですけど、これがずっと続いていくとですね、まあでもね、インターネットなんで、まあ10年後、20年後どうなるか全くわかんないので、今の20代の人がね、30代になる頃ね、インターネットっていう形があるかどうかさえわからないので、なんとも言えないんですけど、このままね、年代が上がっていくと、Yahoo はピンチかなって気がしますが、まあまあね、かなり10年、20年、かなり先の話なので、ただ20代のね、数字が低いっていうことはちょっとね、スマホと関係あるんじゃないかなって気がしています。そしてですね、ショッピング利用率の方を見ますと、こんな感じの数字になっていて、まあ当然ね、若い人の方がショッピングの利用率が高くて、年配に行くほど下がるっていうことなんですが、男性女性で見た場合は、20代の方はね、女性の方がちょっと高めになっているというところもちょっと面白いですかね。そしてですね、次に見ていただきたいのは、アプリブラウザ。これですね、調査としては、すごいスマホでね、アプリで見てますか、ブラウザーで見てますかっていうデータなんですが、調査としては非常に面白いんですけど、まあお客様の中でアプリなのかブラウザーなのかっていうのをちゃんと認識してね、使ってるかどうかっていうのはちょっと微妙なんですよね。なのでまあ結局 LINE なんかはね、当然アプリしかないわけなんだけど、ブラウザーって言葉がどのぐらいみんなの通用してるかってちょっとね、これ難しいかなっていう気がします。あんまりこれ当てにならないかなって気がしています。そして面白いのは OS なんですけど、OS。これね、本当にすごいなと思うんですけど、こうやって見ますですね。iOS が、20代の女性なんかだと 56% のシェアがあって、男性だと 46.8% ということで、まあ、5割をね、超えてるのが女性の20代なんですけど、これすごいですよね。なんとなくね、その iOS と Android が五分五分だみたいな感じになってるわけですけど、まあよく考えればね、よく考えなくてもそうですが、iOS は Apple 一社であって、Android はね、残りすべての携帯は全部入って Android なわけなんで、まあ、そう考えると Apple はすごいなと。特に日本ではね、Apple のシェアが高いんですけど、
まあ、半分取ってるってすごいなって気がします。で、年配に行くほどね、この低くなるっていう感じになってるわけなんですが、で、これをですね、今ちょっと、全国版見たんですが、ちょっと地方も、これ全部ね、県ごとに全部見れていくんですね。で、ちょっと私の住んでいる新潟、まあね、田舎の代表っていう感じで見てもいいんじゃないかなと思うんですけど、新潟の方をちょっと見てみますと、こんな感じになっていると。で、これは、まあ、そんなにね、大きい傾向というかですね、ものはないかなっていう気がするんですけど、これ OS になってましたね。このページビュー。ページビューは、ちょっとこれ人口比出さないとですね、ちょっとなんとも言えないですよね。だから人口比誰かね、計算してみるといいと思うんですけど、続いて、スマホ利用率。見ましたところ、85% ということで、まあ男性女性比べてもね、85って結構高い数字になってるんですが、まあこれね、40代、50代がね、これから上がってくれば、かなりね、スマホを普及するなってことがわかるわけなんですけど、まあこれ倍ありますからね。これ倍あったとしても、20代の方が人口が少ないので、この50代のこれからね、5ポイント、10ポイント増えるっていうことが、20代の数パーセント増えるよりもね、ずっとインパクトがあってくるので、まあ、ここがね、40代、50代の伸び、特に50代の伸びしろっていうのが、スマホの人口で大きい影響を与えてくるなっていうのがわかるんですけど、そして Yahoo Japan 利用率っていうふうに言いますと、まあ、こんな数字が出ていて、やっぱりですね、若い人のほど下がっているっていうことがちょっと気がかりな点でしょうかね。で、ショッピング利用率とかも見ても、まあまあ、これ全国平均と比較してみないとちょっと見にくいかもしれませんが、あまりね、この差がね、こうやって見るとないような気がするんですよね。あんまりないような気がするじゃないですか。で、これ、なので、こういうふうに見方をすると、特に県別でどうだっていうことをちょっとわかりにくい状態になってるんですが、これをですね、PDF でダウンロードすると、県別のすべてのやつがちょっと見れるんですね。例えば、どんな感じ見れるかっていうと、こんな感じですね。こんな感じで見れるんですよ。で、これで各県で比較してみないと、ちょっと何とも言えないので、実際に全部ね、データを取ってみました。ということで、それをご覧いただきたいと思うんですが、はい、まずこちらなんですけど、全国平均ですね。全国平均のとこから順番に見ていきますが、ちょっと小さいですね。ちょっと待ってくださいね。せっかくなので、もうちょっと大きく出した方がいいですね。このぐらいかな。はい。よいしょ。せっかくなので、もうちょっと大きく出します。はい。全国平均から見ますと、さっき見たものね。これさっき出た数字なんですけど、でですね、ちょっとね、順番に見ていくとまたわけわかんないので、ちょっと全国平均、なんとなく見ていただきたいのは、傾向としてあるのはですね、スマホ利用率は男性女性で見たら、男性と女性で見たらね、女性の方が山がね、一山高いっていうイメージね。これちょっとずれてる感じありますよね。で、Yahoo Japan 利用率は、まあ、細かいことはあまり見なくていいんですけど、注目すべき点は、20代が低いということね。だから、スマホの利用率が高い20代の Yahoo Japan の利用率が低いっていうところがちょっと一つ見ものかなって気がします。で、ショッピングの利用率に関して言えば、男性女性見たら女性の方が、高い数字が全体的に出ているっていうこと。で、ブラウザはどうでもいいです。ここはあんまり気にしなくていいんですけど、最後の OS なんですが、特に20代の女性、での iOS、iPhone の人気が高い 56% って数字が出ていて、年配に行くほど下がっていくという傾向になってるんですが、特にね、iOS に関しては女性よりもね、男性女性で見た場合は女性の方がかなり高いという数字ね、10ポイントぐらい高い数字が出てるということなんですが、で、これをちょっとですね、思い切ってバーッとこれ全部全景あるんですけど、東京に飛びます。一番都会の東京の数字で見てみますと、こんな感じになるんですが、東京はさらにね、ちょっと高くて 59.9% ということで、iOS がね、これ高い数字になっていて、この20代、30代、特に30代もスマホ利用率が上がってきてるんですが、
20代の男性女性のヤフージャパンの利用率は低いという形になっています。で、これが東京というかですね、都会の一般的な数字というふうな感じで見てもらえればいいと思うんですが、で、一方でですね、どこをもって何というかって非常に難しいんですけど、面白いのは、滋賀県が結構面白い数字が出るんですけど、滋賀県ってですね、非常にこのスマホの利用率が高くて、特に20代、30代女性のこの9割を超えているような数字っていうのが、実は滋賀以外にも京都とか、岡山なんかでも高い数字が出てるんですが、面白いです。で、このようなね、スマホが普及している利用率が高いとこっていうのは、ここですね、20代、30代の女性の、iOS の利用率が高いという。これは僕が前仮説を立てているんですけど、iPhone を持ってる人の方が、Android を持ってる人よりも、リテラシーが高いというか、アクティブな人がスマホを持つ場合は iPhone を持ってる。もしくは iPhone が使いやすいからアクティブ率が高いんじゃないかっていう、ちょっとこれ仮説なんですけどね、を立てているんですけど、なんとなくそういうのが、ここから見えてくる。で、面白いのはですね、ちょっと四国に行ってみると面白いんですが、例えばですね、この辺でもいいんですけど、鳥取でもいいんですが、すごい田舎の方に行くとですね、この iOS の、シェアが低くなってるんですよね。これ、50% を切っているようなものになってくるんですけど、で、これなんでかなというふうに考えた場合に、もしかしたら一つの要素として、もともと iOS ね、iPhone ソフトバンクスタートだということもあって、その電波の問題、田舎の方はドコモが圧倒的に強かったんですよね。だから、そのドコモユーザーが、iOS、iPhone になかなかね、行かなかったので、この田舎のほど、iOS の利用率が低い傾向に一般的になっているっていうところが、ちょっと面白いということと、あとですね、鳥取とかのこのスマホの利用率が、20代 96% とか数字が出ていて、ちょっとこの辺もびっくりかなって気がしています。で、鳥取とか、あとですね、例えばこの徳島とか、徳島はまあ高いか。徳島はこれ高いんですけど、高知みたいなところに行くと、もうね、iOS が全部 50% を切ってるみたいな形になってるわけですね。で、ショッピング利用率もちょっと細かく見ていってないんですけど、もしかすると田舎の方ショッピング利用率が少し高い傾向になってるかなっていう気もします。結局、その買い物するときに近くにないから、インターネットで探すっていうものが、インターネットならではの良さでもあるので、そういう傾向ももしかしたら出てるかなっていう気がしているんですね。で、こんな感じでですね、ちょっと自分の県がどういうふうな数字になってるかっていうことを見ていただきたいんですが、あんまりね、何ポイントだからどうこうっていうことは、見てもあんまり意味がないと思うので、大きく捉えてですね、見ていくといいかなっていう気がいたします。そしてですね、ちょっと極端な例で、最後沖縄みたいなのを見ていきますけど、沖縄なんか見ますとですね、この、20代の女性の iOS の率とかね、ここがね、すごいね、この20代女性の iOS 率って、すごい注目というか面白い数字が出てるので、この辺なんかも注目して、見ていただければなと思います。はい、ということですね。全体的に見ると、スマートフォンがね、これから普及していく中で、これ今年分しかないので、これがあと2年分ぐらい出てくると、結構面白いデータが取れるのかなっていうことで、楽しみにしていきたいなと思う。言い忘れてましたが、背景がちょっとずつ違うんですよ。上にあるですね、特に、ちゃんと東京タワーとかスカイツリーが出てたりとかですね、してですね、ちゃんと熊本城とかね、熊本なんて出てたりとかして、ちょっとね、細かいことなんだけど凝ってるので、その辺も見てあげればいいかなっていう気がしています。はい。ということで、ますますね、スマホは普及していくという流れになっているわけなんですが、こういうようなね、傾向が出ているということが、見て取れました。皆さんのね、ビジネスに、あとですね、ページビューに関しては、あまりページビューが多い少ないと見るんではなくて、人口比でちょっと、なんかExcelなんかで作ってみると面白いかなって気がしています。
はい、今日は、Yahoo Japan のね、スマホのデータを紹介しました。インスパイアの方でした。ありがとうございました。バイバイ。